いつもは先生が使っているチョーク、子供たちだって使ってみたいですよね。チョークを使ってこんな絵を描いてみました。はい、何色でも好きな色を使ってください。はい、こう境目のところに描いて、うん、でこれでこうすると、あんまりですね。そうすると、うん、こうラインが、面白い。ラインが入ります。だからシューシューとデザインっぽくシューッと境目に、うん、境目にこう描いて、境目にちょっとはみ出すように描いて。うんこうする、こうする。思い切り、斜めでもまっすぐでも。あ、本当に。ああ、本当や、うん。あ、面白い効果ですね。本当や。で、これを、切ると、そっか、こんな技があったら楽しいね。切ると、あ、なるほど。したら、曲線。でやると、今度は曲線ができる、ね、あでそれも曲線も同じものを使ってちょっと角度を変えてあったり、はい、同じ方向に行っても面白い、同じよ、これ、でこれをこうそのままスライドさせても面白いね。なるほどなるほど。ああ本当だ。同じ色でも色を変えてもいろんな角度にしても面白い線がいっぱいできます。今度は紙を折ってやってみましょう。紙を8つに折って、折ったところに切り込みを入れます。そしたら擦れなくなると思う、あんまり、そうですね。で横に濡れタオル、置いといて、手を拭きながら、ほら、はい、あ、綺麗、本当や、面白い、すごいですね、独特、なんか飛び出して見えますね。同じ型紙を使って色を変えたり方向を変えたりできます。切り取った内側の部分を当てて今度は外の方に向かってこすり出すと
こんな風になります。これもいろんな向きにすると面白いですよ。消しゴムでも消せるんですね。黒板消しで消えるから、ね、あ、そっかそっか、ね、だからそこが楽ですよね、うん、やり直しが簡単にできるよって言って、この方法も一色だけじゃなくて、何色か重ねて使うことができます。ここは黄色と白を使ってます。この大きさでいいよ。もう満足していい。みんな大きいのが できるからね。そうね。たいものね、持ってきてね。そうですね、本当や。何にもなくてもこれだけでもできるよ。そう、本当ですよね。よいしょ、これで完成で。それで指でくるくるくるってしただけ。くる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 する。なんか夜の側みたいな。ではそこに、はい、何か、はい、スプレーをかけて、はい。では何スプレー？普通のハーブタイプ。はい。この上にちょっとかけて。あ、話ですか？うん。じゃ話してよ。話してよ。話してよ。これやりすぎですよね。やりすぎですよね、はい、でも乾きます。大丈夫ですか。うん、十分離してください。もっと、ね、立てずに、うん、そう飛ばす、ね、飛ばすと、こんな感じで。いいです。はい、悪いです。はい、はい、離れたところ、はい、はい、こんなやつ、うん、もっと、おカモン、もっと離して、そう、定着スプレーではなくハードタイプのヘアスプレーです。出来上がりはこんな感じ。もちろん直接書いていくこともできます。黒くしたいところは消しゴムで消せば黒が出てきます。出来上がったらヘアスプレーをかけましょう。ちょっと離したところから薄めにかけてください。チョークを折って短くしたもので描くとこんな感じになります。それを押し当てて黒
くるっと回すとリボンのような形になります。消しゴムで消していくと黒い筋が現れました。大きく切った型紙を当てて大胆に消してみましょう。この中に絵を描いていきます。ヒガンバナもあんま描いたことないんでね、ちょっとでも作ったことがあるから描けると。そうなんですよ、先生教えてもらったやつはあれを描いた人あれは結構ね、リアルで。そうそう、あれがリアルだから、あれを描いたり。ね、だけど。あ、白ヒガンバナもあるよ。白も入れます、ちょっと。ヒガンバナのような、普通のコスモスみたいな花色。いや、でもその先だとヒガンバね。へへへ、ヒガンバナ見えます。もうちょっと見せましょうかね。ちょっともうちょっと入れようかな。よし。で手前がこすれるんやったらちょっと手前に置いて、はい、はい、ありがとうございます。はい、手前にもこう置いておいて、上の方角にやったらね。はい。これだけで遊びますよ。黄色も入れたら、うん、黄色も入れます、はい、黄色も入れるとね、ちょっとオレンジ系になりますよね、うん、オレンジ系にしてちょっとくださいね。ちょっと早い、うん、いけますか。 OK、 OK、 こんな感じでちょっと、はい、OK、 この境目がもうちょっと遊びたいかったんですけど、うん、いいですか、うん、この不思議な風船みたいな感じです。不思議な、ここをこうして、ふわふわっとして、ここをこうして、そうして、シュワーっとこう、うん、ね、どうかな、うん、不思議なね、不思議な風船、水風船みたいな、これ、うん、ちょっとこうますね、ね、水、うん、はい、ちょうど上が水風船っぽいから、うん、はい、そんな感じでいきましょうか。そうですね、はい、うん、そしていきますか。と相談しているうちに不思議な風船を描くことになりました。どうしますか。ここをちょっと、うん、消しますか。消しゴムで、うんうん、そうだ、ここ影をつける。そうなんですよ、白いから、いや影をつけるか。これでいったらいいですか。たとえ目の紙を置いてもよさっきの紙でこうですね。そうこうして消したい。あ、面白い、消えてきましたね。いいかも。ちょっと垂れてきて、それでいい。いいですか。それでいい。はい。はい。はい、じゃあ下に置いて。スプレーをかける。はい。スプレーを遠くから。遠くから。スプレーをかける練習。遠くから。この辺から。はい。はい、見てますか。うん。はい。はい。オッケーです。うん、今度はうまくスプレーができました。ハードタイプのヘアスプレーでも十分定着して手に粉がつかなくなります。